太郎さんにお願いしたいと思いますが、司会の私が生意気なことを言うんですけど、実はですね、山本さんは反原発、脱原発の人っていうイメージが圧倒的に強いですね。それは事実です。だけど実はですね、参議院選挙の前に私も入っている反貧困ネットワークというところ、宇都宮弁護士岩佐誠さん、そのメンバーで、参議院選挙の前の、国会議員、立候補予定者に聞くという集いを、築地本願寺でやったんです。でそこに山本さん来られたんですけどね、貧困の問題も本当にものの見事にきちっとその時に発言していただきました。あ、この方はいろんなところをきちっと世の中を見ることができるなと、あの時に本当に感じたんですね。ですからこの秘密保護法についても、この間の山本さんの発言、行動、素晴らしいと思います。みんなで山本さんを盛り立っていきたいと思いますし、ぜひ今日は山本さんからも熱いメッセージをお願いしたいと思います。どうも、ただいま紹介に預かりました、参議院議員というよりも野良犬、山本太郎でございます。よろしくお願いします。いやいや、本当に貧困が救済されないのは当然なんですよ。その先に戦争ってものは考えられてるからですよね。戦争があった時に一番最初に引っ張られる要因、その確保のために貧困は救済されない、ね、そして労働者切り捨てられることも無視、この国になんて人権なんてあるわけないんですよ今んとこ。でもそれをなんとか変えようと、冗談じゃないぞと、この世の中不条理だらけ、その不条理を何としてでもひっくり返すんだという心ある皆さんが今日もこうやって集まってくださった、この皆さんを特定秘密保護法、そして共謀罪が決まってしまったら全員犯罪者にしてしまうというような状況ですよね。このままじゃ官邸前に集まってる皆さん、この法案通ってしまった後にはもう犯罪者ですよ本当にね。えなんて言えばいいですかね、こういう時ね、本当にもうかける言葉もないですよとにかくこの法案誰のために作るんだ、もう簡単ですよ、根底には日米同盟、ああそうですか、太平洋の向こう側の国が大事なんですね。それだけじゃなく一部の権力者、時の権力者のためにこういう法案が通されるのかと、僕たちはよりコントロールされやすい立場になっていく、少しでも声を上げれば弾圧される、そのことが認められるのはこの法案じゃないですか。考えてみてください、もうこの国は今の時点でもう十分に秘密保全され尽くしているような状況です。思い出してください、原発事故がありました、福島東電原発事故、この国に住まう人たちが一人でも多く被爆しないようにスピーディーっていうシステムが作られましたよね。皆さんの税金100億円以上使ったのに僕たちにはその情報を公開してくれなかった。でも太平洋の向こう側アメリカ様には3日後にその情報を渡した。この国に住む人々は被爆してもらって結構ですっていう話なんですよ。おかしな話です、誰を守るための国なんだって。そのことを国会で大きな声を上げたのが福島みずほ議員でした。スピーディーの情報3月22日にどうして公開しないのかということを迫った。それでやっと僕たちはスピーディーという情報を手に入れることができた。アメリカは3日後、この国に住む人々はいつまでも切り捨てられ続けるわけにはいかない、このままじゃ本当にこの国に殺されてしまう。国のために生きろ、ふざけるな、自分のために生きるんだよ。国のために生きろということを認めてしまえば国のために死ぬってことを認めるってことなんですよ。冗談じゃない、僕たちは自分のために生きて自分の愛する人のためにこの命を捧げるんだと、この法案を絶対に通すわけにいかない。もしも通るようなことがあるのであれば国会周辺100万人ぐらいで中から国会議員を出さないぐらいに包囲しましょうよ。残念ながら98条を盾に戦うといういい方法もあるんですが、これ日本の法のシステムからいくと、まず誰か一人最初に犠牲者が生まれないといけないんです。権利侵害ってものが、権利侵害っていうものが初めて生まれて、そこで法を盾に、憲法を盾に戦える、誰かが犠牲にならなきゃ戦えないなんて おかしいですよね。何が何でもこんなバカみたいな法案通しちゃダメなんですよ。誰を守るんだって、この国のために、冗談じゃない、この国に住む人々のために仕事をしろと大きな声を持ってあげてほしい。今日これだけの人数が集まれるなんて奇跡なんですよ。
素晴らしい皆さん、本当にこれね、皆さんの声確実に国会に届いてるんですよ。本当は最初参議院まで今国会内、今国会の会期内には参議院までボール回ってこないかもっていう意見が多かった。でも今国会会期中に何が何でも通すっていう方針に変わった。これは何でか、皆さんの声届いてるんですよ。声を上げるしかないんですよ。もうここに集まることも大事、でも街にも出てください。もうすでに皆さんやってらっしゃると思う。街に出て、そして一人でも多くの人に知ってもらう、そして声上げてもらいましょうよ。とにかくこんな非人道的な僕たちを人間とも思わないような法案絶対阻止しましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。大変申し訳ないです。あと4分ぐらいしかないので、本当はあとお二人